まあ、主に仏像を全般、仏像というか人物を全般に作ってるんですけど、まあ、昔からものづくりは好きだったので、まあ、そういうちょっと仕事がしたいというのがあったんで、つてでいろいろ人に聞いたら、まあね、あの稲見にその彫刻師がいっぱいいるという話を聞いたので、まあ、それでちょっとこちらに来て、まあ、彫刻の門を叩いたっていうのが始まりですね。まあ、もともと仏像をやるつもりで来たわけではないので、まあ、入った親方のところが仏像をやってたので、まあ、それにこう習っているうちにちょっと仏像の魅力に惹かれて、まあ、仏像をやり始めたという感じですかね。そうですね、仏像と人物がほぼですね、まあ、稲見 その一般的な稲見彫刻と言われるものも、まあ、やりますし、仕事があればやりますし、ただまあそれ以外はもうほとんど仏像ですね。欄間はね1回ぐらいしかやったことないですね。親方のところにいた時に一度やったっきりで、まあ、親方自体もそんなに欄間自体やる人ではなかったの で、まあ、時代的にもね、そんな欄間もね入るうちも少なくなってきてるんで、まあ、親方も早いうちから、まあ、欄間とかああいうのやっててもしょうがないっていうふうに考えてた人なので、まあ、それ以外のことにちょっと注力してこうやってたっていう感じですかね。やっぱりこう普通の仕事、まあ、仇じゃないっていう言い方変なんですけど、普通の仕事ではない木というものから形を作るっていうことはすごい何て言うんだろうな、自分の中ですごい喜びになるというか、もともとサラリーマンとかそういうものにはちょっとなれないなと、まあ、性格的になれないなっていうのは分かってたんで、まあ、こういう仕事を選ぶんで、それをまあ今まで続けてこれたっていうのがすごい喜びやし、いいことっていうのはやっぱりこういうのって生活にね、いらないもんじゃないですか、普通衣食住と違って。それ以外のものでこうその人がお金を使ってそのね、それを欲しがるっていうことがすごいいいことって言ったら変なんですけど、そういう直接生活に関係ないものでもそうやって欲しがってもらえるっていうのはすごい僕にとってはなんか なんだろう生きるそのなんだろうな喜びじゃないですけど、そういうのもあったので、そういうのはいいことやなと思いますね。まあ、文化としてそういうふうにこうねなってるっていうのがまたいいんじゃないかなと思いますけど、これ結構親方と弟子ってすごいやっぱり人間関係なんで、ね、彫刻がすごいできたとしてもやっぱ親方との関係がちょっと良くないとやっぱどうしてもこう長続きしないし、まあ、そういうのもあるんですけど、黒そうですね、黒はやっぱり下積みの時はやはりもうほぼ遊ぶ時間はなかったので、ね、親方の仕事を手伝って夜は自分の仕事をしてっていうんで、まあ、その繰り返しだったので、なかなかその辺は結構きついというところありましたけど、でもねちゃんと自分がこう日々なんだろうな上手くなっていくという感覚はあったので、まあ、そんな苦労やったけど苦労じゃないと言ったら変なんですけど、なんかそういうのはありましたね。そうですね、僕も別にもう辞めるっていう選択肢はもう微塵もなかったので、だからすごいなかなかね人とのそのもう本当に一日中親方と二人でやってるあれなので、ほぼなんだろうな人と関わることほぼなかったですけど、でも全然苦ではなかったですけど、まあそれは人によってね苦労だと思う人もいるかもしれないし、まあそれは人それぞれなんですけど、まあその辺が本当にまあ特徴的なその彫刻のねその弟子と親方の関係でもあるので、そうですね、4人する子も結構いたっていう話も聞いたので、だからそれやっぱさっき言ったように親方との関係性もあるのでなかなか難しいところなんですけど、僕はすごい仕事中はすごい厳しかったですけど、別にそれがね仕事がの以外の時間は普通にもう一人の人間として接してくれたんで、もう全然大丈夫でしたし、ただやっぱりなかなかね、まあ大変な人もいたと思うんですけど、最初は仕事がない状態で独立しましたんで、それが結構大変でしたっちゃ大変でしたけど、さっきも言ったように人にこうほら壊れてね作ってください言ってそれに即したものを作ってね収入を得るっていうのがまあ基本的なスタンスだし、それも喜びであったんですけど、なかなか最初の頃はやっぱりね知名度もないし、こうどうやって売り出したらいいかとかいうのも分からなかったので、最初やっぱちょっと苦労しましたけど、
まあ、僕のこれからの展望としては、今度ちょっと弟子を取ることになって、まあ、若い子が来ることになったんですけど、まあ、僕としてはもう昔からやっぱりこうね、僕も親方に育ててもらった身としては、やっぱ一人ぐらいは育てたいっていうあれはあったので、まあ、ようやくちょっと仕事的にちょっと安定した、まあ、ちょっとね長いスパンで仕事があるので、まあ、ちょっと一人ぐらいはちょっと育てたいというので、ようやく一人来ることになったので、ちょっとその子をすごいちゃんと育てあげたいっていうのがちょっと僕のこれからの仕事になるので、まあ、その辺をこう自分の仕事のとね両立しながらやっていければいいと思うし、でまあ業界全体としては、まあその弟子問題っていうのはね、後継者問題も結構なかなか厳しい状態でして、まあ、今年は結構何人かやりたい言うてもう来てる子もいるので、まあね、その何人か入ってる子もいるので、まあ、少しずつまたそうやってこう各地の伝統産業がやっぱりなかなかこう下火になってきてる状況で、まあ、そうやってこう彫刻やりたいという若い子がいる業界っていうのもなかなかないと思うので、それ自体はすごい僕としては悲観してるところは全くなくて、こういう仕事ってまあ手仕事なので 3D プリンターとかああいうのとまた違う、ね、0から1を生み出す仕事なので、まあそれに関しては全く悲観はしてないし、逆に何だ希望があると言ったら変ですけど、さっき言ったようにこう衣食住以外のことでこう人が欲しがってもらえるっていうものを作っていけるっていう、いけるし、それが欲しがる人がいるっていうことはすごい大事なことなので、僕は全然何だろうな、期待というか何だろうな、もうこれからも普通に行くんじゃないかなと、逆に上がっていくような気はするんですけどね。だから全然まあね、他のその伝統産業と一緒に、まあ、高齢化も進んでるので、まあそれをね少しでもちょっと解消したいので、まあそうやって若い子をちょっと育てていければなという感じですね。僕自身全然不安なところはほぼないので、この何だろう業界に対してですねは持ってないので、その辺は安心してやっていけるかなと思ってます。